ロサンゼルスドジャースへの移籍が決まった昨年末、同じロサンゼルスに本拠地を置く NFL ラムズ・セインツの観戦に大谷翔平選手が訪れました。米 NFL 専門局 NFL ネットワークでプロデューサーを務めるショーン・コペラキス氏が MLB のスーパースターである大谷選手のスタジアム登場の様子をこんなコメントとともに紹介しています。ロサンゼルスではどの試合にもスター選手がやってくるが、ラムズ対セインツ戦の前にこのフィールドにいる翔平大谷ほど周りがこんな騒いでいるのは今まで見たことがない。ラムズのワイドレシーバーベンスコブロネクが挨拶に来るほどだ。さらに人々の注目をひときわ集めたのがラムズのマスコットキャラクターランページと大谷選手の記念撮影です。マスコットにも愛される大谷選手に対しファンからも SNS 上で喜びの声が上がります。可愛すぎる。アハハ、どこ行ってもマスコットに絡まれる大谷くん。マスコットに人気の大谷くん。大谷くんとラムズのマスコットさんがほぼ同じ大きさ、一緒に撮ってる。さらに大谷選手は試合が始まるとラムズのユニフォームを身にまとって最後まで試合を観戦し、その様子が大画面に映し出されると本拠地のファンからは熱い声援が送られました。 MLB の枠を飛び越えて NFL のファンやマスコットからも愛されることが伝わってくる大谷選手。この動画では彼がこれほどまでに多くの人々から愛される理由を紐解いていきます。今回もこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。バッドボーイへの対応が話題に。インターネットと SNS の普及はスポーツ界で求められる選手像に変化をもたらしました。一昔前であれば知る由もなかった選手の何気ない一面が注目されるようになり、良い面でも悪い面でも情報が瞬く間に拡散されるのが現代社会です。その変化の流れはスポーツ界にも広がり、プレー面で素晴らしい結果を残すことと同時に人としての日々の振る舞いもジャッジされる時代になりました。 SNS 時代、誰からも愛されるスーパースター像が日々厳しくなる中、大谷選手は世界中から愛される理想とするスーパースターの道を歩み続けています。なぜこれほどまで大谷選手は人々から愛されるのでしょうか。その一端は彼が何気なく見せる日常の姿から垣間見えます。その一つが大谷選手とバッドボーイとの交流です。2023年8月、当時大谷選手が所属していたロサンゼルスエンゼルスでの本拠地のタンパベイレイズ戦での出来事を振り返ってみましょう。大谷選手はこの試合中ベンチで隣り合わせとなったバッドボーイの肩や胸を友達のようにトントンと叩く一場面がありました。この大谷選手のスーパースターらしからぬ茶目っ気たっぷりのシーンは試合観戦をしている人を思わず和ませました。この大谷選手とボールボーイの交流シーンは SNS で拡散され、多くのファンが釘付けになりました。リズムに乗って人を叩いちゃいけません、真顔。この交流からは大谷選手が誰に対しても分け隔てなく接する人柄がにじみ出ています。そして大谷選手とバッドボーイとの交流はこの一度の交流だけではありません。2021年シーズン、敵地でのデトロイトタイガース戦に出場した大谷選手。この一戦でもバッドボーイとの思わぬ交流を見せます。試合終盤、シーズン40号目となるホームランを放った大谷選手。彼がダイヤモンドを一周している時に思わず駆け寄ったのが敵地のバッドボーイです。大谷選手が三塁から本塁へ向かう途中、出迎えるように立っていたバッドボーイの求めに応えて思わずチームメートのようなハイタッチ。地元の選手であってもめったに見ることのできない選手とボールボーイのハイタッチですが、大谷選手のホームランにテンションの上がってしまったボールボーイはいても立ってもいられず、思わず体が勝手に動いてしまったのでしょう。そしてボールボーイのハプニングにもかかわらずハイタッチに応じる大谷選手もナイスな対応ですね。カメラマンのマシュー・デレオン氏は自身の SNS 上で三塁側の客席から撮影したこのサプライズ交流の瞬間の映像を投稿しています。大谷選手とバッドボーイがハイタッチする瞬間を見たファンも絶賛しています。スポーツ界最高のアスリートを我々は目撃している。なんて輝かしい非現実な男、タイガースのバッドボーイがハイタッチしている。こんなボールボーイとのとっさの対応からも大谷選手の神対応っぷりが見て取れますね。
こうした大谷選手のバットボーイへの気遣いに注目する野球関係者もいます。テレビ局 FOX29 などで司会者などとして活躍するハワード・エスキン氏は大谷選手の神対応に目を丸くしたといいます。フィリーズとの3連戦でエンゼルスの翔平大谷をつぶさに見守った。我々は彼が球界で最高の選手だということを知っているが、他のどんな MLB の選手もしていない大きな事実に気づいた。これはクレイジーに聞こえるかもしれないが、大谷はどんな人にも礼儀正しさを示している。彼のチームメイトが教えてくれたことなのだが、至急で出塁する際は毎回プロテクションとバットをバットボーイに手渡す。そして彼に感謝するのだ。こんな選手は未だかつて見たことがない。この写真は彼の優しさを証明している。エスキン氏は大谷選手が日常的に誰に対しても紳士的な振る舞いをしていることに驚いたと明かしています。しかし裏を返せば、ボールボーイに対して気を配ることのできないメジャーリーガーもたくさん目にしてきており、それが当たり前という文化があるのでしょう。そんな環境の中、一流の成績を残しながら道具を大切に扱い、バットボーイに親切な振る舞いを見せる大谷選手が大人気になるのもうなずけますね。真剣勝負の中で見せる神対応、大谷選手が見せる神対応はマウンド上やバッターボックスでも変わりません。シアトルマリナーズ戦で先発投手としてマウンドに上がった大谷選手の神対応から紹介します。この試合、マウンド上での制球に苦しんだ大谷選手は3回2アウト1塁の場面、テオスカー・ヘルナンデス選手の左腕に速球を勢いよく当ててしまいます。大谷選手の速球がぶつかり顔をしかめるエルナンデス選手ですが、自らの足でゆっくりと一塁へ。その様子を心配そうな目で見つめていた大谷選手は帽子のつばに手を当て、エルナンデス選手に軽く頭を下げます。大谷選手の申し訳なさそうな様子に気づいたヘルナンデス選手は一塁ベースで自身の胸をトントンと叩くジェスチャーを送るという一幕がありました。大谷選手の始球後の対応に注目したマリナーズ地元紙シアトルタイムズのライアン・ディビッシュ記者はこんなコメントを残しています。大谷はすぐにヘルナンデスに対して帽子を軽く持ち上げた。野球の謝罪のようなもので、故意でないことを示した。真剣勝負の中で対戦相手への敬意を忘れない大谷選手の行動をディビッシュ記者は解説しています。そしてルートスポーツノースウェストのジェン・ミューラー記者はヘルナンデス選手のコメントを紹介します。大谷の予測不可能な球が今日の打撃を難しくした。大谷からデッドボールを受けた後は大丈夫だと伝えた。お互いにリスペクトし合う姿勢には好感が持てますね。日々当たり前に相手への敬意を持っていることが伝わってきます。大谷選手の何気ない気遣いは別の試合でも、ボストンレッドソックス戦に登板した大谷選手の投球時、打席のリース・マグワイア選手が放った打球は三塁側の観客席へ向かうファウルボールに。すると大谷選手は観客席方向に体を向けて右手を上げつつ、へえと大きな声でスタンドに注意を促したのです。直後も鋭いファウルが同じ方向へ。大谷選手が再びへえと叫ぶ声をレッドソックスの地元放送局 NESN のマイクがはっきりと拾っていたのです。その大谷選手の掛け声を耳にした解説のケビン・ユー・キリス氏は大谷選手の対応を称賛します。大谷はファンに向かって気をつけてって言っているわけだ。ファウルが飛んだ瞬間、体をビクッと折り曲げ上半身をすくませて、すごく礼儀正しいよな。マウンド上の大谷選手は相手打者を打ち取るため一球一球丹念に投球します。そんな中でもファンに配慮して自然に注意喚起するような行動をとってしまうのでしょう。こうした大谷選手の態度こそ多くの人を魅了するのがわかります。レッドソックス戦では他にもこんな場面がありました。大谷選手が出塁し、次の打者の打席で盗塁を試みた場面での思わぬ行動を紹介します。大谷選手が一塁から二塁にスライディングを試みた際、ベースカバーに入ったクリスチャン・アローヨ選手の足元に土がかかってしまったことがありました。一瞬を争う激しいプレー上のことなら致し方ないところですが、なんと大谷選手は自らがアローヨ選手にかけてしまった土を手で払いのけるという行動に出たのです。
この時の大谷選手に驚いたのが他ならぬアローヨ選手です。驚いたね。最初は何が起きたかわからなかった。翔平は、ソーリーソーリーと僕のズボンをきれいにしていたんだ。翔平、何をしているんだい?と僕は言ったんだ。見ていて面白かった。選手からしてみれば、ユニフォームが泥だらけになってしまうことなど日常茶飯事でしょう。少々の汚れならば気にならないことはお互いに分かっています。しかし、こうした対応がさらりとできてしまうのが大谷選手であり、愛される秘訣ということなのかもしれません。アローヨ選手が大谷選手から受けた気遣いは他にもあったそうです。グラウンドに落ちていたバットを彼が拾って戻しに来てくれた。とにかくいい人間だよね。それが翔平大谷という人間なんだと思う。個人的に彼のことを詳しく知っているわけではないけど、ただただいい人間に思えるよね。ここ数年彼と対戦し、遠くからプレーを見てきたけど、そういう人間なんだと思う。びっくりしたけど、翔平という人間を知っていればそこまでびっくりはしないってことだね。本当に素敵な人だから。大谷選手の一つ一つの行動から彼がいい人間であるとアローヨ選手は確信したそうです。真剣勝負の中でも相手に尊敬される人間性を見せる大谷選手に驚かされますね。彼と松井くらいだよ。日本の野球界にも大谷選手の神対応は特別だと語る人物がいます。長く NPB の審判員を務めた経験を持つ佐々木正信さんが日本ハムファイターズ時代の大谷選手の礼儀正しさを明かしています。大活躍中の大谷翔平選手とヤンキースの GM 特別アドバイザーをしている松井秀喜さん、2人には共通点があるんです。これは球審しかわからないことなんですけどね。最初の打席に立つ際、〇〇さん、こんにちは、ナイターならこんばんは、ですけど必ず球審の名前をつけて挨拶するんです。家庭環境なのか本人の自覚なのかは知りませんが、球審も人の子、悪い気はしないもの。多分メジャーでも2人は挨拶してると思いますよ。打席に入る際、大谷選手は相手の名前を呼び挨拶をしてくれると元審判員の佐々木さんは証言しています。名前をしっかりつけていることからルーティーンで挨拶しているのでなく、コミュニケーションの一環として自然に挨拶していることがわかりますね。もちろん大谷選手は計算して相手に取り入るために相手の名前を呼んでいるわけではないでしょう。自然体に過ごす中で当たり前に行動に移せてしまうのが大谷選手のすごいところであり愛されるゆえんです。しかしそうした自然な振る舞いがゆえに大谷選手が審判との関係で苦戦していることがあります。スポーツライターの友成那智氏は大谷選手の審判とのコミュニケーションでの問題を指摘します。今シーズンは特に大谷に対して好意的な審判とそうではないアンパイアの差が際立っています。中には大谷に対して好印象を抱いていない審判もいて、それが不可解な判定につながっているのではないか。納得のいかないジャッジに反応していては審判に悪い印象を持たれるだけで決して得策ではない。大谷が感情むき出しで審判に食ってかかることはないが、グラウンドではこれまで以上に冷静な対応を求められます。無用なトラブルを避けて結果を残すためにも審判ごとの判定の傾向を頭に叩き込む必要があると思う。メジャーリーグでは審判の下した判定にジェスチャーでアピールするのは審判に対する最大の侮辱行為と取られかねず、最悪の場合退場を宣告されてもおかしくはない危険な行為です。大谷選手の実直な行いは多くの人が楽しんで見ていることは間違いありません。しかし審判は厳格に試合を裁かなければならない以上、コミュニケーションを取ることが難しいというのは大谷選手にとっても悩ましい問題なのかもしれませんね。マスコットにも神対応。大谷選手の神対応はまだまだあります。2023年7月ロサンゼルスエンジェルスの大谷選手は敵地で行われたアトランタブレーブス戦で球場マスコットとの交流を見せます。試合前のウォーミングアップのためにグラウンドに登場した大谷選手、そこに近づいてきたのはブレーブスの人気マスコットブルーパー。ブルーパーから握手を求められると大谷選手は気さくに対応します。どんな時もどんな相手にも笑顔を絶やさない大谷選手の神対応が感じられる一面でした。ブルーパーと大谷選手の交流の様子を米放送局バリースポーツサウスの公式 SNS で紹介されるとファンから多くの声が上がります。
なんて愛おしいんだ。相手チームのマスコットによく絡まれる大谷選手。誰にでも握手求められる。大谷さん待ってたよって感じかな。メジャーリーグを代表するスーパースターである大谷選手のもとには、遠征ごとに各チームのマスコットが集まってきます。どんな時でも嫌な顔一つせずに、マスコットとのコミュニケーションを欠かさない大谷選手は、メジャーリーグのマスコットたちからの人気者です。そして、大谷選手のマスコットとの交流は、WBC での侍ジャパン期間にも見られました。中日ドラゴンズとの練習試合の開始前、ベンチから飛び出してきたドアラが侍ジャパンの各選手とハイタッチ。大谷選手ともハイタッチをしようと手を伸ばすも、大谷選手はドアラをまさかのスルー。この大谷選手の対応にドアラは不満げな態度で、あいつは天狗だ。と言わんばかりに、大谷選手を指さしながら天狗のポーズを取るという、微笑ましい一幕がありました。そして、次の日の練習試合でもドアラから手を差し伸べられたが、大谷選手は再び華麗にスルー。思わず、ドアラは首をひねりながら、ホワイ、ポーズ、をとって、ファンを沸かせる場面がファンからは大好評でした。面白すぎる。ドアラまたスルーされたか。今日も安定のお塩対応。めちゃくちゃ可愛い。マスコットとのあうんの呼吸を取れるのも大谷選手らしさ全開ですね。こうした対応力もさすがとしか言えません。グラウンド外で見せる神対応。大谷選手の人気はグラウンド上を飛び越し、あらゆるところに浸透しています。そんな大谷選手はグラウンド外でも神対応を連発しています。コンオフ、コナミデジタル、エンターテインメントからリリースされている野球ゲームパワフルプロ野球、プロ野球スピリッツのアンバサダーに就任した大谷選手は、早速同社の SNS に登場。そこで公開されたメイキングやインタビュー動画内でも、素晴らしい対応が絶賛されています。撮影に臨んだ大谷選手は野球日本代表、侍ジャパンのユニフォーム姿と、リラックスした普段着という2種類の衣装を着用。そして、その衣装や髪の毛を整える際には、ヘアメイクを担当する女性が髪の毛を整えやすいよう、自らかがんで女性の目線あたりまで頭を下げる気遣いの場面があったそうです。大谷選手の神対応にコナミからはこんなコメントが残されています。大谷選手らしい細やかな気遣いに周囲で見守るスタッフの皆さんもほっこりしていました。超巨大契約を獲得してからも大谷選手がいつまでも変わらないということが再認識させられるエピソードですね。どんな人にも親切な大谷選手らしさが伝わってきます。またコナミとのアンバサダー契約ではこんなエピソードもあります。インタビューやメイキング映像も公開された中、大谷選手自身の SNS では愛犬デコピンと何者かによって破壊されたパワプロくん人形の画像を公開。このスポンサーへ配慮した看板キャラクターの大谷選手なりの紹介が最高の宣伝と注目されたのです。デコピンのぬいぐるみ遊びによって見るも無残に破壊されたパワプロくんの映像はインパクトもあり宣伝効果抜群。この投稿にはアットマークコナミとメンションが付けられていたことで、コナミの宣伝担当の社員を大いに喜ばせる配慮を大谷選手は見せます。こうしたスポンサーへの配慮を知れば、大谷選手が次々に新しい企業と契約できるのも納得ですね。WBC のチームメートとして共に戦ったラーズ・ヌートバー選手の母、久美子さんも大谷選手のグラウンド外での神対応を披露しています。私もこれ後から聞いたんだけど、移動の時にみんなスーツ着ていくじゃん。でもラーズのスーツがまだ用意できてなかったんだって。だから大谷くん自分も普通の服で出てくれた。ラーズだけが私服にするのはあれだからって。ヌートバー選手がチームに馴染みきれる前に一人だけ違う服装で移動するとなると、どうしてもその場から浮いてしまうことは想像できます。だからこそ率先してそうならないように配慮した大谷選手の行動は称賛されるべきことですね。一致団結し優勝を勝ち取ったチームの様子を見ていれば、大谷選手のグラウンド外での小さなリーダーシップの大きさを改めて痛感させられますね。最後に紹介する大谷選手の神対応は、ミネソタツインズ所属カルロス・コレア選手の妹レイバ・サンド・コレアさんとの交流です。14歳の誕生日に彼女が大谷選手との念願の面会が叶ったことは、
大きなニュースとして取り上げられました。レイバ・サンドさんはこの時にこんな発言をしていたそうです。実は1年以上前からなんとか翔平に会うチャンスはないかと兄がいろんな方に探ってくれていて、今日それがようやく叶えられそうだってヒューストンから来たの。まさか自分の誕生日になるなんて。実はすでに泣きそう。 90% 会えるはずだけど何があるかわからないから期待しすぎちゃダメよって言われてきたの。でももし会えなくても今日はすでに最高の日なんだ。兄は社交的で面白くて自分のことより他の人のことを考える人。兄に会った人ならその良さがわかる。だからミネソタやヒューストンで兄にたくさん友人ができてよかったなって思うの。大谷選手と会うため日本語の勉強も始めたというレイバイ・サンドさん。この後無事大谷選手との対面が叶い同じ写真に収まることができたそうです。この舞台をセッティングしたコレア選手も妹がいかに大谷選手と会いたがっていたか明かしています。うちの妹 K-POP だとか小さい頃からアジアの文化にハマっていて、翔平が大リーグ入りした瞬間から大ファン。クリスマスに翔平のユニフォームを送ったら泣き崩れたんだよ。こりゃなんとかしなきゃなってずっと方法を探していたんだ。これほどまで自分へ憧れてくれるファンと会うことは少なからずプレッシャーもあることでしょう。しかしさらりと神対応を見せる大谷選手はこれからも神対応を見せてくれることを確信できますね。さていかがだったでしょうか。大谷選手の神対応の場面は枚挙に暇がありません。そんな大谷選手の姿をジャーナリストのミゲル・ルーゴ氏は絶賛します。マナーが人を作るんだ。私はバットボーイに目もくれない不愛想な選手も見た。大谷はあらゆる面で優れた人間だ。元メジャーリーガーのホゼ・モリーナ氏もこの意見に同調します。あんな選手を見られる私たちは幸運だ。誰もやったことがないことをやっているからね。まず何よりも翔平ほど規律の正しい選手はいないよ。そして彼はゲームを心底楽しんでいる。私は史上最高の打者であるバリー・ボンズの全盛期も見てきた。だけど彼と比べても翔平はやっぱり何かが違う。ドジャースに活躍の場を移したことで大谷選手の一挙手一投足はますます注目されることになるでしょう。しかし大谷選手であれば周囲の目を気にすることなく自分らしく振る舞い続けるはずです。そしてそれがそのまま神対応になっていくのが期待できます。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただけた方はぜひコメントをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。